前回ガールダンゴムシダンゴムシって言いながらもですね、ソータのことを恋の相手と認めてしまってきている、まあそんな若葉ちゃんなんですが、サポーターになっていただいてますリムソープのおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生と奥さん、ご覧になっていていかがでしょうか。まあ、あの男と女のですね、ええ、そのなんて言うんですかね、ええ、あの私にはあまり経験のないことであるんですけれどもその辺のですね、まあ、感覚っていうのは、うん、あのちょっとしたことの中でですね、惹かれたりっていろいろあるんだと思うんですね、はい、だから2人こう生き方が全然違うように見えながらね、はい、何か高いものを基本的にはね、うん、はい、目指していたということが、それなりにですね、こう触れ合うですね、はい、ような面としての流れなのかなっていう、うん、今はそう思って見てます、ね、はい、奥さんはいかがでしょうか。そうですね、まあ、お互いに、ね、まあ、育児で奮闘してるんですけど、うん、ちょっとあの幼稚園児の B 太郎、はいはい、日向ちゃんが、はい、まあ親をですね、差し置いてって言いますか今の子供かなっていうなんか表現でね、こう微笑ましいっていうわけでもないですけど、大人がやられてる感じですねまあね、単純に楽しめるコメディっていうことではね、罪がないと言いますか、いわゆるそんなに悪い人出てきてませんからね。そうですね、最初の頃はちょっと あれっていう感じであったんですけど、はい、言ってる言葉をね、まあ、それなりにこう受け止めてみるとね、はい、結構いいこと言ってるなとあそうやそうやというようなですね、そういうそのなんて言うんですか、はい、相槌をですね、打つような言葉もですね、はい、ありますね。まあ、それからソータにしても一流シェフの道をですね、B 太郎のためにまあ諦めたというか、今は中断したっていうようなところなんですが、何か夢に向かって進んでいく若者っていうのはいいですよね。ということで、まあこの夏はですね、なんといっても世界水泳の方も、そうですね、まあスポーツの中でですね、はい、皮膚と水と一番接触させてですね、はい、競うのが水泳なんですね、はいはい、ですからスキンケアということでですね、この仕事をもう始めた時からですね、はい、肌と、まあ、水泳っていうことに関してはこの商品というのは何か位置づけっていうのが考えられるっていう思いではやってきたんですね。そういう中で、まあ、一流のスイマーの泳ぎを見てるとですね、まさに水と空気というですね、はい、いわゆる空気というのは油の性質なんで、はいはいはい、水と油の間にまた水と油とタンパク質でできた塊としての体を横たえてね、はいはい、こう滑るように、まあ、するということの中では、はい、このリムソープ等のですね、はい、このスキンケア製品が有効ではないかというふうにこう思ってきてるんですね、はいはいはい、それでその水泳の中でもどの、まあ、種目がですね、はい、肺炎背泳ぎですね、はいはい、背泳ぎは特にこう水の上に体をできるだけ浮かせてですね、はいはい、それでまあ滑るように、はい、泳ぐとスピードが上がるっていう競技ですよね、はい、ということの中で特にですね、入江陵介の泳ぎ、額の上にペットボトル乗せてですね、そのスーッと泳ぐ、はいはいはい、なんていうか素晴らしいですね、バランス、はい、なんか一説にはバランス王子って言われてますねそれで泳ぎはまさにね、リムソープ等のですね、スキンケアがですね、きれいに整うと、はい、よりですね、浮いた時のその浮き上がり方だとか、はい、水との海面のところが摩擦が少なくですね、はい、滑るようにより行くんではないかと、要はまあ、昔から、はい、健康で綺麗な肌は水をはじくというね、はいはい、その弾く要素が、まあ、皮脂膜っていうですね、うん、薄い油の膜、はい、でもう本当に薄い油の膜なんですけれども、それがね、うん、どう整ってるかということで、はい、まあ、皮膚の健康のですね、はい、基本であるという観点から、まあ、私どものスキンケア製品作りっていうのはこの皮脂膜の成分と機能、はい、生かすという観点でですね、はい、まあ、製品開発をしたんです、はい、で、まあ、彼はもう本当にこう滑らかなんでですね、これ以上滑らかということでどうなるかわからないけれども、はい、ああいう滑らかな海面のところにですね、またこういうその分子膜のですね、はい、まあ、要素ですよね、はい、触れるのはもう膜の分子のもう海面だけでしかないわけですから、はいはい、その辺でぜひね、一回使ってみたらどうかと。なるほどね。
要するに、まあ、リムソープやリムエモールでスキンケアをしっかりしてですね、まあ、きれいな肌ということになると、はい、まあ、水面との接触ということでですね、はい、滑らかになって、少しでも泳ぐスピードが速くなるんじゃないかということですね。そうです、いわゆる水を弾くということは浮くということなんですね、はい、それで浮いてできるだけスッとね、はい、水すましみたいに、ついていくということからすると、当然その摩擦っていうのは分子と分子の接触の個数の関係ですから、はいはいはい、あの水玉のようになれば、もう個数が基本的にもう少ないんですね、はい、ということで抵抗ということも考えられるし、そういうサポート面っていうのもですね、あるんではないかということで、まあ、できるだけね、あの一流の人でないとわずかな差のところというのはですねちょっと分かりにくいんで、まあ、これから一流の人にですね、使ってもらう機会をですね、はい、まあ、あの作っていきたいなというふうに思っています。わかりました。それではですね、前回ガールの方もこれから若葉ちゃんとですね、ソータ君、この二人の恋がどういう風に進展していくのかっていうあたりもですね、しっかりと見守っていただけますようよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。